すでに社会保険に加入されている企業さんの、社会保険の調査もですね、少なくとも4年に1回はですね、行われるということで、いろいろなことが、調査でチェックをされますけれども、その中に、必ず見られるようなこととしては、入社時のですね、資格取得届のところで報酬を正しく届け出ているかどうかということはね、やっぱり大事なことなので、チェックをされます。適正な保険料の計算ができているかということになりますのでね、入社時に実際のその給与、見込みの給与ですよね、よりも低めに届け出て、保険料をわざと安くしか払ってないということがあると、これは不正なことですからね、そういうことがないかというのがチェックはされます。